リカちゃん、みんな、突然だけどリカはキティちゃんが大好きなの。おしゃれだし可愛いし、だからリカ、キティちゃんのカフェを開くことにしたの。見て、キティちゃんのプリントの入ったカフェのドレスよ。可愛いでしょ。でもでも肝心のメニューに悩んじゃって。だから今からキティちゃんに相談に行くのよ。きっと素敵なアイデア出てくるよね。レッツゴー。待ち合わせは確かここなんだけど。あ、キティちゃんこんにちは。うわー、おやつ持ってきてくれたの。やったー。え、おやつはキティちゃんの好きなもの。なんだっけ。確かわかった。キティちゃんのママが作ってくれたアップルパイね。嬉しい。じゃあおやつ食べながら相談を。どうしたのキティちゃん。アップルパイがどうしたの。あ、カフェのメニューにどうかって。ナイスアイデア。でもこれキティちゃんが食べたいだけなんじゃ。あれ、キティちゃんどこ行くの。待って、キティちゃん。ここはレディーキティハウス。キティちゃんのお家にヒントが。あ、待って。あ、かわいいお部屋じゃなくって、キティちゃんどこ。あ、素敵なバルコニーね。じゃなくって、ハローキティスイーツカフェ